イレブンミュージック。クリスタルビズ、愛と勇気と夢いっぱいにアイマンズの奮闘記。2018年1月からもリニューアルしてスタート。メインパーソナリティは松本哲博。毎週火曜11時からの1時間、クリスタルビジネス情報番組、今年の前半ステージの始まりです。ビジネスにプラスワン、心を柔軟に、心をもっと敏感に、かけてたっていいじゃないか、そこを知ることから始めよう。さて、2018年、チームクリスタルのテーマは未来へつなぐ。今の言葉、今の行動は未来へつなげるものですか？初心者マーク大きめをつけて、このままいったらきっと私は丸裸人は等身大でいいんです。番組アスタントはクリスタルビズのビューティー担当、めぐみん、改めめぐねです。めぐねです。キャプテン自らプライドも肩書きも脱ぎ捨て、新たな自分に進化中。勇気のかけらが集まれば夢への一歩が始まります。音楽大好きパーソナリティジェットです。ジェット、今までの思い煩いすべて音楽に流し、新たなステージに舞い降りました。はい、おはようございます。ございます。なんか拍手したくなるようなオープニングだったね。さて、はい、さあ3人進行は、はい、今年はここも、はい、この回からですけれども、はい、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。怒りますながら。でも早いね、もうね、はい、お正月だってね、1週間ですね。どうでしょうかね、こんなペースいったらすぐ今年も終わったんじゃないですか。そうそうそう、年を取るとね、1年早いですからね。そうだよね。いや、今すごいこと言ったね、はい、ちょっとね、うん、そう、このペースでいくと今年もあっという間に終わりそうです ね、 終わりそうですね。ねえ、いやいやいや、ねえ、めぐ姉さん、はい、ねえ、めぐ姉さんですよ。やっぱりね、りんっていうのがキャラクターっぽくてダメだったんですね。あ、そうだね、にゃんって感じだよね。そう、はい、なんかね、多分ね、あの狼から、はい、そうね、もうめぐみね、ちょっと可愛いの許さねえぐらいの。そういうことなんです。きっと、まあ、あのね、めぐね、ずーっと私実は言われてたネームだったので、うん、あのね、なんか馴染みが戻ったかなって。馴染みがある感じ。はい、可愛いの言いたかったんですけどね。あのね、こう結構ね、はい、あのクリスタルの代々男子チームはですね、はい、こう監視役とか見つけ役をつけられるのね。へー、うん、なんとなくね、めぐ姉さんって聞いたときに、はい、ん？もしかしてこれはって思ったんですよ。で、多分聞いてると思いますから言いますけど、はい、多分あれですよね、監視役頼むということでめぐ姉さんということにしましたね。多分ありがとうございます。ね、はい、今日喋ってて気がつきました。怖い怖い。怖い怖い。そうですね。さあ、言い間違いにも気をつけよう。両連絡でした。はい、ではさて、本日の進行案内と参りましょう。ヒストリー自らのスタートです。新しいビジネスのスタイルやチャレンジ、どんなお話が飛び出すのか楽しみですね。コンシェルジュのコーナーでは新人さんがスタートします。楽しみだね、はい、そして私、鹿島めぐみも思い感じたことをつれづれなるままにお話しさせていただきます。クリスタル情報局では旬な話題をお届けします。クリスタルビズのスタートです。さあ、本日の1曲目はジェット、書いてみましょう。はい、原点回帰ということで。うん、原点回帰。僕の原点は80年代アイドルになるということで。やった。はい、80年代アイドル特集を今日は。いや、今日ね、この時間聴いてるね、リスナーさん好きな曲ばっかりだと思いますよ、ね、80年代アイドルということで。はい、はい、1曲目は松田聖子でロックンルージュ。そのビジネスにハートはあるのか。ビジネスはエンターテインメント、筋書きのないドラマのようでもあります。進行はジェットとめぐ姉さんで参ります。はい、お願いします。本日のゲストは松パパです。いや、この席いいね。新しいまあ、人が言うあのヒストリーです、はい、自分以外をの人が言うのは初めて聞いたかもしれない。本当ですか。うん、
ジェットやってしまいましたね。うん、なんかこうジェットの声なんかこう少年っぽくていいね。うん、うん、いいですね。ちょっと、はい、テンション上げ目で。テンション上げ目で。はい。届きますでしょうか。ここだけの話、指示通りかい。はい、指示通り。天の声。天の声通りですね。はい、はい、今日のヒストリービズは松葉から少しお話をさせていただこうかなと、はい、お願いします。思っております。で実はね、今日は手元に松葉の2018年の手帳がこうありまして、うん、今年大きいんですが。ね、大きいですね。はい、これ何のことで、会社にあったのを使ってるだけなんですけれども、はい。2018ですね、ある会社さんの、ね、手帳を、ね使っていますが、毎年、手帳にですね、手帳の一番最初のページに書くことがあるんです。で書くことがあって、ここ数年は、毎年書いてることがありましてね、はい、ちょっとかっこいいこと言っていい？どうぞ。あのね、2項目なんです、単純に、はい、私が、自分が他人に与えられる価値は何かなっていうのを毎年1ページ目に書いてるの。かっこいい。すごい。もうかっこいい。もうかっこいい。で今まではずっとビジネスの世界にいた頃はずっとこういうことをこれ書いてたんですけど、はい、もう一つ、ラジオの世界に入ってから書いてることがあって、うん、でこれはまあ、ラジオに出て自分で、言葉を発信して変わったことは何かなっていうのを毎年毎年書いてるんですよ。はい、でやっぱり去年もまあね、まだまだ、自分が変化したなと思うことがたくさんあった、ね、うん、ちょっとねそれをまあ、今年はクリスタルのテーマというのは未来へつなぐっていうことなので、はい、まあまあ、世代がねどんどんね新しい人、今日もね新人さん入りますけれども、はい、ね、まあ、こうやってもうねめぐみんもね、はい、めぐねえさんと間違えたんじゃないですよ、はい、めぐ姉さんっていうね、ことでね、もう3ヶ月の、ね、キャリアかなという感じでね、続く人たちができたわけですよ、はい、ね、でジェットもオープニングを読むようになったところで、はい、ね、こうやってね、松葉もあったんですよ、こうやってこれ読んで、本番前に、はい、いきなり、ね、手がす、まだね、松葉がね、ちゃんとコンピューターで打って印刷してくれてるから、まだいいと思います。で手書きでした。手だけでささって書いたやつが、はい、これ読んで。で、読んだ後に、下手くそ。まあ、それも育っていったんですけれども、はい。でね、昨年1年間、ね、まあ、2018年最初で、ラジオ発信って変わったこと、ちょっと発表します。はい。うん、これはね、まず変わったことはね、変わったことはと言いますか、自分の中の、軸というかやりたいことがはっきりした。うん、でこれは自分では思ってたんですけどね、そう言われるようなことが多くなった。あ、いろんな人から、うん、自分ではあまり感じないんですよ、はい、変わったねとか、うん、なんかこうやってること、うん、なんか軸がはっきりしたとか、うんうん、なんかねそういうことを言っていただけるようなこう番組前後ね、はい、そんな1年だったかなと思います。でこれはやはり僕らしゃべる、はい、お話しすることをお仕事してるでしょ、はい、やはりこう自分の感じたこと思ったこととかをこう走ってる中で、うんうん、結局今我々ヘッドホンつけてねスタジオの中で話をしてますけれども、はい、一番自分たちの声聞いてるのってこの耳なんだよね。ああそうですね。そうそう、だから何て言うんですか、こう自分を客観視する、うんうんうん、なんかそういうの感じないですか。なんかお二人なんかこう喋ってて自分の声がこうやってスピーカー越し、ね、こうヘッドホン越しに話す世界っていうのは、そうですね、うん、自分で自己暗示かけてるみたいな。この曲いいなとかって言ってたらやっぱりね、うんうんうん、はい、そうよね、はい、うん、メグネさん。そうですね、うん、私自身ねお話しするっていうこと、実は去年の課題が話し方をよく話せるようになるっていう課題だったんですけど、うん、それをまあ自分なりにいろいろやってきて、まあ、途中でラジオに知り合って、うん、まあ、180度意見が変わるわけですよ、うん、こうなんかこう大丈夫です、今ねドローンが落ちてる。こうあるべきって話すことがさっき言ったみたいに感覚で話すようになってきて、うん、でそれをまた聞かされる、こう耳で聞くのもそうですし、後から聞いてみて自分ってこんな風に伝えてるんだっていうのを客観視するようになって、なんかこう意識がやっぱり自分でこうあるべきで話すんではなく
て、うんうん、他の人にどう聞こえるのかなとか、あのそういうことを自分であえて考えるようになったのが今年入るまでのすごい収穫だったなとは思います、うん、はい、そうですね、うん、やっぱりね、こう自分の声を自分自身がなんかどっかもう一人の自分が聞いてるという、うん、この感覚の中でね、そうそうそう、はい、やっぱりその中で得るものがあって、うん、やはりこう自分が発してる言葉に対してやっぱりこう意味を感じたり、ね、あともう一つ書いたんだけどね、やはりその見えないものに対するその感性というか、はい、うん、それがすごい去年1年間は毎年毎年少しずついろいろ感じてるんだけど、去年は特に感じる1年だったの、見えないの、うん、見えないの、そのうーんと、その例えばその人の後ろにある背景だったりとか、うんうん、感じ取ること、うん、どうしてこういうことを喋ってるんだろうなとか、こういう話がどうして出るんだろうな、それまでは話してることをそのまま受け取る、言葉として受け取って自分が理解する、はい、で解釈するっていう解釈なんですけど、でもやっぱりお話をこう聞いてる中で、うん、あ、どこからやっぱその気持ち、あ、でも今言ってるところがすごく、あ、この言葉を言い始めた瞬間に温度が変わったっていうのをその人に対して感じたり、なるほど、そうね、やっぱすごいですね、そんなところまで全然余裕なかった、うん、大丈夫、大丈夫、そんなままなかった、2、3年ぐらいは全然なかったいやね、でも、うん、興味を持とうって思えたことはすごい進歩だなって私は思いました。なんかこう、人に興味を持たないと、うん、その人が何を考えているかすら読み取れないんだなって、松岡のね、お話を見てて、あ、興味があるからこう質問ができて、興味があるからいろんなことを知りたい知りたい知りたいと思っていくうちに、なんかこう深いところまで入っていけるのかなっていうのがあったので、うんうん、興味って大事だなって。そうだね、うん、あのね、やはりさっきの話のちょっとした強弱とか、はい、やっぱり感情が入ってる部分を、うん、そこをちょっと感じ取ると、もしかしてと思って聞いてみるじゃない、はいはい、でそうするとやっぱり答えがあるんだよね、うん、そこに、やっぱそこになぜこの話をしているのか、うん、やっぱりね、それこそこれはビジネス情報番組ですから、なぜこの仕事をしているのかっていうのって、ね、こうで、それはやっぱり自身の人生の体験だったり、やっぱりなんか過去の状況だったり、うん、あえてなんか聞いたから答えてくれた、なんかそこをこう聞けた時は、なんかこうやったと思うし、やはりこれを伝えられた、聞いてる人たちに伝えられて、でそこがなんか元気玉のもと、ね、人がその来られてくださるから、うんうん、映像があるとまた違うんですかね、うん、音だけっていうかこう聞いてるからなんかいろんなことがこう感じ取れるところがあるんですかね、うん、なんかこうお約束したようないい質問、ね、約束はしてないけど、ね、なんかあのね、これはね、ある人に言われて、あ、その通りだと思ってることがあるんですね。映像がない分ラジオって音でしょ、でその分やはりイマジネーションの分野が解放されてるから、声を聞いてながらその話から必ず自分なりの想像イメージは持ってるんですよね、うん、そうそう、変換するっていうのが多分声だけだとやりやすいのかもしれないですね、うんうん、画像が出てくるとこういうものだって、ね、目で判断するけれども、うん、音を聞いていろんなことどう思うかって人それぞれじゃないですか、うん、言葉も音も音楽もそれをどう料理していくかっていうのを、うん、多分自分で想像していくからすごくイマジネーションが高くなるっていうのがあるのかもしれないですね。だから例えばこう人のヒストリーを聞いてとかね、体験とか、はい、起こったこと、うん、そういったことを聞いて自分のこう人生とイメージするっていうか、ダブらせるとかかぶせるとかね、そういうのってもしかするとすごいラジオが長けてるんじゃないかなって、やってて、うん、ちょっと手前味噌だけどすごく思うんですよね、はい、うん、やっぱりその結局変な話、例えば盲目の人がなぜその点字っていうかこう指の先が敏感になるかっていうと、これ五感のうちの見るところが遮られるわけでしょ、うん、でこれ実は目が見えてる人って点字の学習ってすごい困難なんですって、うん、見えてるから、うん、だから学習するときにやっぱり目を閉じる、目を伏せる、でやっぱりそうするとこう指先の感覚に集中できるっていうか、うんうん、だからやっぱそういう現象がこうあるのかなと思いますよね、うんうん、なんかすごい真面目な話になってますけど、うん、あとね、うん、3つ目とってもこれね、言っていいかなと思うぐらい、うんね、いっちゃいましょうか。これね、人生はね、はい、
ビジネス情報番組を自分でやってながら、人生はビジネスだけじゃないんだなって思うようになった、うんうん、がっつりビジネスの世界で生きてきましたけど、人生はビジネスだけじゃない、ビジネスもある、はい、うん、だけどビジネスだけじゃないって思った、うん、だからいろんな要素がビジネスの中に反対に入ってきてもいいと感じてるし、はい、今このビズではエンターテインメントとビジネスをどう、やはりビジネスもエンターテインメントだから、はい、だからやっぱりなんかどういうふうに、こうエンターテインメントできるかなと思って今仕事もしてますけど、はい、とても強くそのビジネスだけじゃ、人生はビジネスだけじゃないんだなって、うんうん、今日ね音楽もね、いろいろ好きな音楽もかけますけど、うん、やっぱり音楽だったり演劇だったり、うん、あとの映画が好きな映画のこととかもそうですけど、うん、やっぱり映画見ててもなんか自分が今やりたいこと、うん、仕事のことにインスパイアされることもすごく分かったし、はい、うん、だからなんか仕事が忙しくてエンターテインメントをおろそかにしてた時代があるんですけど、はい、なんかそういったところもねちょっとプチ後悔してそこを取り戻そうと、ね、うん、そんなことをねようやくよ、うん、この年になって感じているっていうのが、うん、そのラジオ、うん、メディアで喋るようになって今のことですね。なかなか忙しすぎちゃうとそっちの方に行けないですよ ね、趣味とかね、そうそうそう、でも今のお話聞いてね、なんかすごくこう、うん、はって思ったのが、まあ、どこに行って何をするっていうのももちろんそうなんですけど、パッションを常に持ってたいなって私は思いました。だから仕事もパッションだと思うんですけれども、うん、何かやることに対してパッションさえあれば、うん、なんかこういろんなことが楽しく回っていくと思うんですよね。だから仕事もああこの一日をどう過ごすかって思うよりも、いかにパッションを動かす、うん、遊びも少ない時間だけどパッションを動かすみたいなことができたらきっとすごくいい、パッション感じますよいつも。私パッション圧力圧力圧力パッション電車そうね、でも今年私もパッションやりたいなって今思いました、うん、言われて、うん、ね、感情を動かすってなかなかこの年になってくると難しいじゃないですか、うん、なんかね石広がぴよってわー石だとかならないですし、そうですよね、うん、なんかそういうことでもねできたらいいなと思います。そうですね、だからやっぱりこう思ったり感じたりしたことをやっぱりこうやって言葉に出すっていうことがすごく、うん、さっきねこう自分の軸というかこう自分の方向も自分で決めていけるっていうね、うん、まあ、そういうことなんだなっていうふうにこう思いました。ですね、頑張りましょう、頑張りましょう使命を大切させますから、はい、さあ、今日は松パパが、はい、の、ヒストリービズということで、はい、ありがとうございました。これからもちょいちょいこちらがいいからいやここいいわじゃあ、本日の80年代アイドルシリーズ2曲目はトシちゃんです。おトシちゃん、田原俊彦さんで、ブギウギアイラブユー、懐かしいコンシェルジュさんのコーナー、5分間のお披露目タイム、毎回素敵情報をお届けします。さ、今日のコンシェルジュさんは新人さんです。さ、最初はおふかたゆみこさん。皆様、はじめまして。私、ブリリアントバレエティアラの大深田由美子と申します。こちらのコーナーでは、うん、天使のティアラ由美子と呼んでください。天使のティアラね。よろしくお願いいたします。はい、天使のティアラ由美子さんで覚えてくださいね。はい、本日より、はい、この第2、第4火曜日のこちらのコーナーのコンシェルジュを担当させていただけることになりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、第1回目ということでまずは自己紹介を話したいと思います、うんうん、夫と、4月から幼稚園に入園する長男がいる、あ、うん、孫がいる、あ、息子がいる長男と、うんうんうん、大丈夫だよ、はい、社会人3年目となる次男、うん、3年間ヨーロッパにバレエ留学をして今週から大学とバレエを両立することになった長女がおります。で昨日成人式でした。あ、おめでとうございます、はい、ね、大丈夫でしたか、はい、お着物は、はい、雨だったんですが見事に始まる前に晴れまして、うん、一瞬だけ、うん、で今度始まったところをザーッと降ったんですが終わった頃には一時的にちょっとやつなのでその間にゲットして、うん、お家に連れ帰りました。おめでとうございますありがとうございます、うん、それで
その3人の子育てしながら私は25年目になるんですが、うん、2人の親の介護を続けておりまして、うん、子育てを終了を機に、資格を取りディアー&アクセサリー作家として独立いたしました、うん、今日もありますね、はい、ちょうどねテーブルにはねティアラがすごい、ね、こう男性の僕がこうね触るとなんか壊すんじゃないかと思ってなんかちょっとドキドキしながら触りますけど、うん、ねしたらちょうどねスワロスキーを使ってますので、ね、輝きが人一倍美しく、うん、あの舞台で使ってもあの太陽の光にも、うん、とても輝いて皆さんに喜んでいただいております。であのブリリアントティアラという名前で、うん、ベビーからプリンセス、ウェディング、成人式、ペットなどスワロスキーの材料を使った制作と販売を展開しております。うん、もちろん作ってらっしゃるんですね。はい、もちろんオーダーもお受けしてまして、うん、現在今毎月あのネッツ、トヨタ、横浜の寿司店と片倉店で子どもたちに大好評の天使とプリンセスのティアラのワークショップと販売もしております。うん、じゃあ、はい、ね、ちょうど車のね、はい、カーショップに行くと、はい、ね、由美子さんのワークショップが受けられるんですね。はい、これで作れちゃうんですか、子供たちでも。はい、作れます。へえ、いや、これいいかもしれないですよ、ね、すごく子供たちでも作れちゃう。作れます、うん、もちろんあの、うん、難しいところは私が手助けするんですが、うんうんうん、子供たちがみんな夢中で、赤ちゃんから、うん、10歳ぐらいまで小学校低学年ぐらいの子たちがもうニコニコ顔で夢中で駆けつけてくれまして、お母様と一緒にあの作るんですけど、とってもいい親子関係ができてて素敵な時間だなって、うん、あのとても思っております。であの子供たちが好きなようにあの色も自由に使っていいよって考えさせるようにしてるので、うん、もうみんなワクワク目がキラキラして、うんうん、素敵な時間いただいてるなって思っております、うんうん、はい、で、赤ちゃんや小学校低学年の親がたくさんいらっしゃるので、うん、子育てのことなんかも聞かれたりして、うん、盛り上がりながら楽しくお話ししながら、うん、こういうティアラの制作をしております、うん、ね、すごいね。でもね、子育てもしながら、はい、かつ、ね、親子さんの介護ってなるとね、はい、やっぱりこう一言ならぬテーマな気がするんですけども、はい、まず僕からしても、はい、ね、なので私はこちらのラジオを通して介護や子育てなど頑張ってる人と交流し、うん、私も力をいただき希望が持てるような番組にしたいなって思っております。うん、そうですね、はい、もうね、多分ね、切実なこう今の社会構造化するとね、子供たち、今の僕もそうですけれども小学校の子供がいながらやっぱりもう高齢の父母がいますので、はい、やはり、これからどうやって面倒見ようかなと思ってますし、でもね、やっぱりね、そこをね超えながらね、こうやってこう夢がある仕事もねされてる由美子さんですからね、はい、まあ、皆さんね、あの経験していただけるといいかなと思います。はい、でそのこと以外にも旅とかが好きなので、うん、私なりに国内や海外の旅先で見て感じたことや旬な情報もたくさんキャッチをして皆様にお届けできたらいいなって思っております。うん、そうですね、はい、じゃあこれからね、皆さん元気にするキラキラな、ね、はい、ティアラとともに、ね、キラキラな情報を届けてください。はい、それで私事なんですが、今年母を思うという本の100人の中の一人として執筆することになりました。両親を介護しながら3人の子育てをしてティアラ作家として活動しながら母への思いを心を込めて綴ることができたらと思っております。その思いがね、今年は、ね、はい、本になるんですね、はい、うん、ただ書くのがたくさんありすぎて、うん、大変で大変で書き直しを何回も何回もして苦労しております、うん、はい、でそれから2014年に実は娘が仕事と私というイーストプレッシャー出版の本で実は紹介されておりまして、うん、昨年12月28日に電子書籍となりまして、うん、で日本経済新聞にもその紹介が載りました。うん、ね、なんでもね、娘さんはね、ヨーロッパの方にね、はい、ね、バレエで留学されているということで、ね、しましたけど、はい、ね、すごいね、やっぱりもうね、そうやってね、娘を応援するね、お母さんとしてもね、いろいろね、キャリアをお持ちということで、もともとは娘がバレエ頑張ってる娘のために、うん、このティアラを、うん、習得して
プレゼントしようと思ったことからこのような風に展開してしまって驚いております、自分でも。で、本当は今日皆さんこういう私の話をね、拙い話を聞いていただいて本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいでおります、ね、これからね、由美子さんね、コンシェルジュのコーナーで、ね、お話ししていただきますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ブログもやっておりますのでどうぞぜひ皆さん読んでください。はい、お一人目、天使のティアラ、お深田由美子さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ね、いやこうやってね、いろんな方がね、まあ、なんていうのかな、まあ、言ったらこう市民パーソナリティとか市民ラジオっていうかね、いろんな方がやっぱり介護だ子育てだっていうことでね、頑張ってらっしゃって、ね、今ねこのラジオを聞いてらっしゃる方も ねやっぱりお子様育てながら、ね、また今度は地方にいる、ね、親の介護ね、やっぱり、ね、親御さんがね、どうなったらどうしようかなってね、これ松戸も実際には切実な課題として持っておりますね。なんかねそれをね、乗り越えてね、頑張ってらっしゃる、それをね反対にこう人生のエネルギーにして頑張ってる由美子さんなので、どうぞよろしくお願いします。さあではお二人目は、めぐねさん、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、明けましておめでとうですね。おめでとうございます。今年初の、ラジオブログをさせていただく改めてめぐねでございます。よろしくお願いします。今年初の雨でしたよね。昨日の夜から明け方結構寒くって、電車も遅れて今日はね収録どうしよう、間に合わないんじゃないかと思いながらドキドキしながら来ましたが、その時もねちょっと座れたりとかしてお気に入りのラジオを聞いて、気分を高めながら今日迎えております。今年になってね、初めてやったことって多いと思うんですね。初なので初夢とか初何々とか初何々食べたよとかいろいろあると思うんですけれども、私はね今年初めて初だなと思ったことが、お正月にね、実家の両親を私の家に招きました。これは自分の年齢をねとても感じたイベントでしたね。今までは、まあ、結婚してからもなんだかんだ言いながら両親のところに行ってあげぜんせいぜんいろいろやってもらって迎えるお正月だったんですけれども、今年はねやっぱりちょっといろいろ用意するのもなんだしなっていう 声があったので、じゃあうちでやろうかということでおせち料理を作り、いろいろおもてなしをして夜までゆっくり過ごしたという、まあ、ヘトヘトになった一日なんですけれども、まあこんな感じでいろいろ世代が変わっていくのかな、もしかしたら子どもたちに何かやってもらうこともこれから増えるのかもしれないなと思った今年の始まりです。で、初といえば皆さん初の願掛け、先ほどね松パパも新しい手帳に新しいことを書く、まあ、皆さんもやられると思うんですけど私もよくやります。でね、私今年何しようかなと思った時にいろいろ調べたんですけど、よく三日坊主とかいろんな言葉があると思うんですが、初のこういう目標ってね 90% 以上の人が叶わずに終わるんですって、大体勢いさんで書くんだけどもその一番最初のページに丁寧に書いたその願掛けというのは後半の方に行くと、そうだっけみたいな感じの話になって、また来年新しい手帳を買って気分新たにまた願掛けをするみたいなことがあるんですけど、まあそれをねちゃんとコンスタントにどうやったらこの願掛けをちゃんとできるかなっていろいろ考えるようになって、まあ私がやってる3つのことを今日もね少し話そうかなと思うんですが、まず1つはね私のまあ去年の願掛けは毎日毎日自分があれこれなんだっけとか、あこれ知りたいなと思うことをちゃんと解決して一日終わらせるっていうのがあったんですね。例えば体がだるい、何が栄養素を不足してるって思うならそれを調べてみる、まあそれも一つですよね。例えばあこの女優さんはなんでブレイクしたんだろうっていうことでもそうなんですよ。なんかこうちょっと疑問に思ったことをクリアしていくっていうことをやってたんですけど、それ毎日やるってすごく過酷じゃないですか。じゃあどうするかっていうと一日のルーティンの中に組み込む、まあ、電車の中で必ず思い返すっていうふうにルーティンに組まれたんですね。で2つ目は自分がやりやすい得意なやり方でやる、私の場合はきちんと書くとか
綺麗に書くって多分ご存知なのに性格上得意じゃないんですよ。わかります。殴り書きこそ覚えられると思うので、あの書き方はこだわらず、その思いに対して何を書こうかっていうことだけで、まあ、書いてました。であとはですね、毎日続けられる、毎日や持ち歩くものということで、手帳を、さっきも松パパね、大きな手帳を持ったけど、大きなものを用意しました。その方が余白もいっぱいあるし、いっぱい書けるということでやっていきました。でね、あのそういう目標を立てることで一番ね、こうああすごい分かるなと思ったのが、今日ちょっと見た記事なんですけども、目標って崩れやすいんです。例えば何々を成功するぞ、何々を社長になるぞ、どこどこに何々をしに行くぞっていうのって結構打ち下される。だけどさっきポロッと、ね、松葉君もおっしゃったんです、そこに目的があるとそのまま叶いやすいんです。例えばね、これ聞いた話なんですけど、イチローさん、野球のイチローさんいるじゃない、イチローさんが今のあのすごいステータスになったのは、野球を上手くなるぞっていう目標ではなくて、お世話になった方を招待して応援してもらおうっていう目的だったんですね。だからお世話になった方に感謝をして誘いたいというためには、上手くならないと試合にいっぱい出れないですよね。ということで、それをずっと叶えるために努力していた結果が、あの目標を達成するっていうことになったそうなんですよ。なので、そのなりたい先の目標には何の目的があるのか。私の場合、今年は、まあ、全て、まあ、話すというお仕事をいただいたので、伝えるということが使命だと思っています。なので、その伝えるということをする目的は、私の話すことで何かこう気づいていただける方がいたりとか、教えていただくことがある世界にいる中で、あのそぎ落として自分が伝えたいことをちゃんと伝えていくということをやっていって、日本全国皆さんに、あ、知ってる、聞いてる、聞いてるって思われるような野望を持っていくということが目的です。大きく出ましたけど、でもね、あの話せる場所にいるからこそ、いろんな方に聞いたすごいフレッシュな話題とか、いい話題っていうのをちゃんとみんなにシェアできたらいいなと思う、メンミンの、2018年の始まりでございました。これからもね、あの話すブログとして、あのメグネーとしてやってきますので間違えたかね、あのどうぞよろしくお願いします。で、あと書くブログもやってます。話すブログもやるんですけれども、鹿島めぐみでブログもやってますので、ぜひそちらもね、あの訪問していただけたらいいなと思います。ということで、コンシェルジュのコーナー、めぐねでした。ありがとうございます。はい、ね、めぐねさんでしたね。さあ、めぐねさんの、ね、野望、皆さんお聞きになりましたか。、ね、とてもね、いいですね、まあ、目標の、ね、話がありましたけれども、確かにね、目標を設定するときにね、誰かのためにの方がね、すごくパワフルに、あのね、目標、目的は、ね、達成することができるようですよ。はい、コンシェルジュさんのコーナーでした。では続いての80年代アイドルいきましょう。実はね、松パパ、この方のファンクラブに入っておりました。中森明菜、セカンドラブ。はい、クリスタル情報局ということで、今日は、今日の音楽特集についてですよ。はい、80年代アイドルということで、もうね、分かりやすいね、世代が違うかな、うん、そうかな、世代が違う。さあ、ヘッドホンの音が入らないの、最近が沈む。それは音かもしれないからな。入りました、あのどうしようかなと思っちゃいました。あとしております、すいません。もうね、もう3人でいるのに1人だけ喋ってるんで、ね、全然こう、今80年代アイドルでも、せっかく今ね、アキナちゃんの歌からね、そう盛り上がった時に2人がね、音が出ない、音が出ない、音が出ないで、音が出ないぐらいで、申し訳ございません。はい、今のセカンドラブが1982年です。おー、いいね、寝てない。11歳、僕は11歳、松葉かな、うん、あーもうね、11歳、松葉はもう17、8く、もう8歳、く、大人です。大人でしたね、大人でした、小学校です、うん、だって、もう一人でいろんな地方に、中森明菜のコンサート、あ、もうでも一通り行った、聖子ちゃんも行ったし。え、11歳からコンサート行ったんですか。じゃあ11歳僕、あ、そうか。すいませんね、すいません、ね、姉さん、いや、もうほら高校になってたから、高校3年生とか大学生だから、
そうそう、一番最初に行ったコンサートって何ですか。僕はおにゃんこクラブだったかな。あ、私渋垣隊でした。ヘリコプターから降りてきたの。びっくりでしょ。びっくりで、ヘリコプターからはしごを使って降りてくるっていうのにね、感動した。なんかもう今となってね、ジャニーズの定番みたいな感じだよね。なんかね、釣られてね。あ、そうか。まずはね、あ、ピンクレディ。あ、ピンクレディ行ったんですか。中学校ぐらいで初めて、そう、中学生になった、小学校6年生から中学1年生ぐらい。ぐらいかな、ピンクレディ。あ、うん。全然、だって UFO 踊れたもん。今語呂合わせで違うのが小学生に、あの流行ってました。これ歌っていいんですか。いいよ。なんかあの妖怪ウォッチの番組で、あのダーラ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 ー UFO のところうっそっていうのなんかこうちょっと話してたら、こういうことがあってさ、こんなことがあったの、え、本当にって言われた時に、ダーラ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 ーうっそっていう、そうです。それね、うちの息子がやるんだよ。うちの息子やるんですよ、小学校3年生が。5歳児もやってますよ。そうね、そう、あの時代が巡るんですよ。そう、パパ水こぼしたとか言ってて、その時にテレレレレうっそ、むっちゃむつかちょっとこう笑いでいくないですか。あの旦那にも使ってやろうかなと思って。そうそうそう、ね、でもあの責めるだけじゃなくてね、可愛くこういうふうにいくのもいいんですよ。うん、なるほどね。まあ、こうやってね、アイドルの歌がね、もう今あるし、でもいいですね。あの、やっぱそういうことでね、知ってもらうっていうことではどうでしょうかっていうことですけども、うん、ね、アンアンどうですか、こう80年代アイドル、はい、今日のセレクトはね、アンアンセレクトの中からの、はい、あ、ジェットですよ。あ、ジェット、ごめん。1回、ジェットセレクトの80年代アイドル、はい、この頃僕、よくカセットテープにテレビ版、うん、の時代だったね。そう、あのテレビの音楽をダビングして、でこう後で聞くんですけど、うん、ちょうどダビングしてる時にお母さんが、お風呂ははい、あの沸いたよとかって、わーとかって録音されちゃうでしょ。なんで入ってくんだよとかって言ってるのがまだ後で聞くっていう。あるある、もうそれ録音ね、もう好きなことの録音あるある。ダビングがわからないね、リスナーさんも多分いる。そうだね、だってもうラジオで好きな曲かかるの調べて、うん、本当に録音してたもん。してましたよね。ダビング機会がない時はこうラジオのところに録音機をつけて、こうザーってなって録音してたっていうね。そうそうそう、だからね、番組が録音できるラジカセってやつでやってね、はい、そしたらさ、録音してる時にかぶってフルコーラスやらないんだよな。そうですね、程度して CM に入ったりとかしてね。まあ今番組に僕らやってますけど、これエアチェックしてるからね、めっちゃクレームなんですよ。手軽に聴けるって便利な世の中になりましたよね。そうだよね、ダウンロードしてね、好きな曲が来てね、はい、頭出しだけ聴けて、しかも無料のサイトいっぱいあるじゃないですか。ね、某何々ミュージックとか、ね、何々ビデオとかね。そう、で今はね、あの結構昔の、うん、音楽とかアイドルとか、例えば極端な話、僕はあのすごく一時期ビートルズにハマったことがあってね、はい、でそのビートルズの映像でさえ YouTube とかで見れるじゃない、はい、なんかね、これ見てるときにね、昔のライブとかね見るときね、あ、これすっごいいい時代だなと思うのを実感するね。そうですね、だからやっぱりアップデートさせる、うん、今の時代に合った公表をしていくって多分ね、ラジオの人で必要なことなんですよ、多分。そうだよね、うん、ね、だからね、あの時のアイドルにいつでも会える時代だよね。そうですね、うん、まあちょっとね、話は違いますけどね、はい、あの最近昔のアイドルでこの人変わらないなと思った人は一人います。ダントツですね、この人は僕の中では。え、誰？荻野目ちゃん。ああ今年ね、あの人は去年出てましたね。そう、去年ね、うん、変わらないね、あのキレもね。あ、体重も変わってないそうですよ。そう、1グラムも変わってないですよ。すごくないですか。ほぼほぼ同級生だもん。すいません、ここ3人だけで盛り上がってます。周り全然シーンとしてるんですけど、きっとね、で聞いてくださってる方、うんうんってなると思うんですけど、うんうん、そうそう、でも芸能人の方って体型変わらないってすごいことですよね、うんうん、そうですよね、もうね、だからね、まあ、そういうのこう見るとね、やっぱりやっぱ音楽とかね、やっぱアイドルはね、未だにね、僕らを元気にしてくれるんだなと。
そんなところでね、今日はまとめてみたい思うクリスタル上曲でございました、はい、ではもう一曲いきます。はい、うん、最後の曲は僕が大好きだったアイドル、キョンキョンで半分勝負です。クリスタルビジネス情報番組クリスタルビズ、ビジネスにプラスワン。この番組の提供はシェアーズモール株式会社。番組への参加リクエストは大歓迎です。ツイッターアカウントはアットクリスタルアンダーバービズ、ホームページはカタカナでクリスタルレインボークラブと検索してください。さあ盛り上がったね。はい、はい、もうね、じゃあ今年はね、80年代アイドルフェスやりましょう。はい、はい、次の番組はキノポップさんのレディオジュークボックス。午後のひととき、どんな曲が流れるのか楽しみです。失敗も成功もすべて経験、今日しかないステージの始まりにプラスワン。クリスタルビズ、また来週お楽しみに。